アダム・ハラシェビッチはポーランド出身のピアニストである。日本では CD や出版物によってはハラシェビッチやハラシェビッチ、ハラシェビッチなどと表記される場合もある。ポズナン近郊のホジェ市に生まれる。10歳でピアノを習い、15歳の時にジェシュフで開催されたピアノコンクールで優勝した後、 カジミエ・シュムルスキとヤニーナ・ストヤフスカに学び、クラクフ音楽院では、ズビグニ・エフ・ジェビエツキに支持した。またアルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリの下で研鑽を積んだ。1955年、ワルシャワで開催された第5回ショパン、国際ピアノコンクールで、ウラディ・ミル・アシュケナージュを抑えて、優勝を果たし、ポーランド国内では一躍国民的スターとなった。 母国では49年にハリーナ・チェルニー・ステファンスカイライ2人目の優勝者であった。アシュケナージが2位になったことに納得のできなかったミケランジェリが抗議して審査員を降りるという騒動もあった。なお、審査で不正があったかに語られることもあるが、アシュケナージが1位を取れなかったのは3次予選で引いた第2競争局で90小節以降を間違って、 繰り返すという致命的なミスを犯したことによるとされている。コンクールで優勝して間もなく、クラークフ音楽院を主席で卒業し、東西ヨーロッパの各から招かれ、ショパン引きとして活動を始め、1957年にロンドンでハリエット公演財団からメダルを授与される。58年、ブリュッセル万国博覧会に参加、60年には、 ショパン生誕150年記念の文化大使としてアメリカに派遣され、ニューヨークをはじめ各地で行われた演奏会は大成功を収めた。その後、ジェシュフの名誉市民に選ばれ、1950年代以降はオーストリアのザルツブルクに住んでいる。日本には1961年に初めて訪れている。また、 ショパン国際ピアノコンクールには1995年、2010年、2015年、2021年に審査員としても参加している。フィリップスレーベルにショパンの主要ピアノ作品を1958年から1974年にかけて録音している。この他、1966年にはドイツグラモフォンにも英雄ポロネーズなどを録音している。また、 1993年から2010年にかけては、ポーランド国立、ショパン協会の自主レーベルであるニフックレーベルに、マズルカ全集を除くを録音し、これは2011年に発売された。ありがとうございます。